スタイルバトルとか絶対無理って言ってた。あ、そうなんだ。そう。でもまあ韻踏まないでもさ、うん、あの呂布カルマみたいにさ、リズムに乗せて乗せて言いたいこと言ってディスってみたいなのは、うん、そのままね、スタイルはいろいろあるから。ちなみに私トロサーモン久保田のラップが大好きだけどね。あ、一瞬で負けてた。フリースタイルダンジョン出てたけど。一瞬で分けてた。めっちゃ好きなんだけどな。めちゃめちゃやっぱすげえんだなって思った、このモンスター。皆さん、うん、はい、というか普通の雑談。始まりました。始まりました。あ、やるんですか、タイトルコールやるんですか。いや、はい、どうも、始まりました。ダクアゾンスキーエヴァちゃんのラジオオブザデッド。ダクアゾンスキーです。うまちゃんです。お願いします。はい、お願いします。はい。はい、そう、何かというと。いや、何かね。早いよ、うん。来週あたり結婚式あるじゃないですか。え、ついに中村さん。結婚するんすか。早いね。スピード婚だね。やめた方がいいよ、スピード婚。俺スマコンじゃん。経験則、経験則だけどさ、全然スピード感なかったけど、スピード感失速しすぎ。結婚した後の方がスピードが速かった。本当よ、うん、いやいや、何あるじゃないですか、我々共通の友人の、高校の頃いた、あのね、ポッキーをつなぎ合わせたような男の子が、ガリガリの男の子がいて、ガリガリの男の子が大学入ってブヨブヨの男になって、そう、ブヨ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 の男からムキムキの男になって、ムキムキになって、で再びブヨブヨの男になった。ブヨブヨの男になりました。そう、彼あるじゃないですか。はい、結局服どうしたんですか。ああ、俺そう、俺初めてのね、でしょ、参列だから、結婚式友達いないからね。友達もいねえよ。メンバーもいねえし。悲しい。ただ離婚歴だけある。辛い子、辛い人生やな。抱えた闇のみね。本当に。あるね、俺はね。うん、そもそもちゃんと調べてて俺、うんうん、結構前から。やっぱ失礼があっちゃいけない、結構場所はまあ言えないけどさ、うんうん、結構格式高いところじゃん、一番有名ぐらいのやつじゃん、うんうん、いいところ、人気、人気のさ、うん、だからちゃんとしていかなきゃいけないのか、うんうん、それとも、うん、やっぱマキシマムザリョークみたいに黒い便さんを清掃の時を、清掃時を、普段は茶色だけど、うんうん、観光総裁用の黒い便さんを履くのかと。なるほど。で、うん、いろいろ調べてたら、うん、ブチ切れて、あー、わかるよ、わかる、もうどうすればいいって言うねんってなるやつね。そう、それなのよ、うん、なる。で、うん、結構割といつも俺そうなるんだけど、うん、なんか気になったらすぐ調べるのよ、うんうん、でそのリサーチャーだもんね。リサーチャーなのすごい、うん、でリサーチはめっちゃするんだけど、うん、だんだん調べていくうちにストレスが溜まって、うん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 、日本嫌だってなるの。海外ならもっと自由なのにって。そう、中途半端に俺さ、あー、でもわかる、そのさ、それしかもさ、書いてあるやつ、うん、書いてる人、うん、が嫌だよね。そうなんだ。読
読んでるくせにね。そう、自分からたどり着いた記事なのにね。こいつガスクワってなって、そうっせえなってなって、ストレスもらいに行ってギブミーチョコレートみたいな、ね、ギブミーストレス、そう自分から、そう、うん、その、小5からさ中学卒業までドイツで暮らし、うん、その後高校はなんか国際色豊かな高校入っちゃったから、そうだ、ね、俺半端に国際色入っちゃってる、半端に根は暗い日本人なんだけどそこは変わらなかった、そう、なるほど。で、調べてたら、うん、例えば基本は黒のスーツで、うんうん、で、新郎より目立ってはいけませんので、うんうん、柄とかなしで、うんうんうん、で、まあグレー、濃いグレーとか、ネイビーならか、うんうんうん、で、なんかなんだっけな、午前の式に出る際はとか、うんうん、そんなんの、うん、タキシードはなんか午後よ、夜よみたいな、へえ、何それ着替えんのみたいなどういうこと、いや俺だ、例えば俺タキシードで行こうって思ったらどうすんのって思ったの、その午前にさ、うん、式があってさ、うん、午後にさ、うん、披露宴はあはあはあ、あるとするとさ、どうすんだろうとか、うん、そこは書いてねえのよなるほど、動物柄は殺生を連想させるのでダメとか、うん、それは言うよね、お前動物見たら殺すのかよ狩りうと生だよ、むしろ生きてそうだよ、なんでお前動物見たら殺生を連想しちゃうんだよお前、なるほど、命を感じろよ、サークルオブライフだなるほどね、なんだっけな、靴下は黒の長いやつでとか、そんなんまであんの、そんなんまであんのよ、めちゃめちゃいっぱいあって、うんうん、結局、うん、結婚式服装で調べたら画像でよく出てくるやつの、まあ、ステレオタイプなさ、ザキヤマスタイルでしょ、ザキヤマスタイルよねえ、そう、最初当初のザキヤマスタイル、当初のザキヤマスタイルに俺を導こうとしてくんのよ、ネットの記事書いてるやつらだよ、なるほど、だからもうほんと嫌だな俺そういうの、はみ出したいのだから、うん、今日スーツ屋さん回ってたの、うん、マジで、キング様行った行けるか行ってよ行って帰って1日かかるいやそうですか、いろいろ巡った、キングスが行ったら、まあ、杖が一番欲しいけど確かに杖かっこいい、でこれ超かっこいいっていうスーツピラッていたら8万とかする、おーい、ちょっと8万は俺普段仕事スーツ着ないし、確かに8万はちょっとボディーズでもねえんだからそうだね、うん、そうだよ、だからまあ5万までとか、うんうん、決めて、うん、買いました結局、あマジで、うん買った今日、今裾直し受け取り待ち、あなるほどね、へえ買ったの、うん、わざわざ、あわざわざ買ったよ、すごい、俺持ってるやつがその黒の冠婚葬祭用の、うんうんうん、普通のやつね、冠婚葬祭用のやつ混んで使わないっていうね確かにあとなんかストライプの入ってる紺色のスーツしかなくて、はあはあ、それあんま好きじゃないな、あーなるほど、だから、うん、まあ、買ったのは、うん、遠目から見たら、うんうん、グレーとネイビーが、うん、わけわかんない感じで何この色みたいな、うんうんうん、なんだけど近くに寄ったらグレー生地にネイビーの、うん、本当はダメなレベルで太いストライプが入ってるやつ、蝶ネクタイ買った、あいいいいと思う、でサングラスしてこサングラスしていいんだね、よさげじゃない、あれメガネとかサングラスとかハットとか、ハットとかいいね、いいよね、うん、めっちゃいいと思う、ちょっとね俺諸事情により、うん、ピンバッジいっぱい持ってるからただの収集癖ただの収集癖よいやいやいや諸事情で俺フロリダのディズニーランド、あなるほどね、
そうだね、諸事情でね、そっかそっか、そこディズニー、フロリダのディズニーランドにもう山ほどピンバッジ売ってたから、おー、そうなんだ、これつけたいと思って、確かにそれはつけたい、まあちょっと縁起悪いけどねいいじゃん別に俺のはダメなやつ、いいと思う別に、そもそも俺自体縁起悪いのそんな友達のさ結婚式にさ、なるほど確かに、バツイチボーイがさ、なるほどな、いやいいと思う、キャラだし、動物とか言ってもなんつうアニマル柄とかじゃないやね、アニマル柄、ああそっか、ピンバッジアニマルダメなのかな、え、どういうこと、キョウコキョウコキョウコ、そのアニマル柄柄じゃねえなかなかパンチがいい、サブカル野郎、その柄やばい、ね、アニマル柄スーツ屋さんで売るな、それビレバンで売れそうだね、原宿とかで、うん、間違いない浜口柄じゃない、あ、違う、うん、ピンバッジね、うん、ピンバッジはまだいっぱいあるから選んでないけど、ピンバッジはもうアニマルダメなの、いや、いいと思う、全然俺怒られたくはないんだよね、ウンバつけなよ、だって怒る人いないもん、分かんないよ、じゃあなんかこれがなんつうの、会社の上司とか先輩の結婚式とか、うん、親戚のとかだったら、うん、話は全然違うけど、頭の家庭古くせえやつらがいるとてかなんかこう角が立つ相手があると、ああなるほどね、でも友達じゃん、うん、ゴリゴリのゴリゴリの友達、うん、全然いいと思う、あ、いいんだ、ネズミ男のピンバッジでもいいんだいや全然いいと思う、ネズミな上に汚えやつの5メートル先に息を吹きかけて倒れちゃうようなやつのピンバッジってお前ってならない、ならないならない、あ、大丈夫、うん、みんなそんな気にしてないよ多分、じゃあ全身にピンバッジつけるやばい、新宿歩いてるおじさんやつやばいよ名物おじさん、名物おじさんカートとかジャニコとか装備がね派手派手の、そうなっちゃうから、それはやばい、それはやばいわ、エヴァ、え、私はもう準備万端、エヴァだって今月あったんすよ、また別のゴリゴリの友達、そう、うん、もう恐怖だったわけ何が行くまでスラム街で結婚した恐怖だわなんか、はい、その高校の時、うん、まあ、一番女の子の中では一番、うん、もう仲良かったみたいなグループの人たちのうち一人の結婚式だったわけ、うんうん、なんだけど別に卒業してからそんな会ってないし、ああそうなの、そのグループ、じゃあもう他に、私の他に3人いるんだけど、え、大学卒業してからってこと、高校で、大学の時点でもそんなに会ってなかったああそうなんだ、うん、じゃあもうだって後半とか特に、え、じゃあもうほぼ10年そう近く、そうよ、なんかそのあんま仲良くしてないというか、もう会ってない、会ってないっていう、しかも、うん、私が普通だったら苦手な女の子の友達、え、私は女の子の友達と会うときすっげー緊張すんの、え、そっちの話に行きたくなっちゃうそれちょっとこれ次の話題それねとりあえず置いとこう、すごい緊張ただでさえしちゃうのに、うん、結婚式なんてもうやばいと思って、うん、めっちゃもう震えてたわけ机の下でね、歯を鳴らし、そう、だったわけよ、はいはいはい、なんかその友達他に2人いるけど、はい、その大学とかのなんかサークルとかの、うん、なんか人とかがいたら、うん、その2人がそっちに行っちゃって私誰も友達いないのに1人になっちゃうとか、あ、いてほしい、じゃあ緊張しちゃうけど、そう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 、1人は嫌じゃん、1人は嫌、まあ嫌だね、そわそわするじゃん、いや俺参加したことないからわかんないけど、あ、そっか、うん、嫌なんだよ、でもそれも私も人生2回目、 あそうなの、そう2回目の結婚式、参加がね、結婚式でだったわけよ、うん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 、でどうしようどうしようみたいな、あんま目立たない、目立ちたくないってなって、そこで、え、あ、そうなの、そう、もういや怖いってなって、あなた目立ちたい人じゃない、そうなの、ただでさえ
なんかみんなと足並み揃えられなかったら、うん、その久しぶりに会う2人とも、うん、なんかちょっとよそよそしくなって、うん、とか嫌だなってなって、うん、嫌だと思ってその仲いいはずの2人が大人になっちゃってたら、そう、 そう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 、ああそんな、そうだね、そう足並み揃えられないと思って、あいつ何スキューバの服着てきてなったらやばいもんね、足ひれはすごいよペタペタ歩いて邪魔だよあいつってそうで、だからそんなに近い、その次の結婚式がどうですとさ、うん、近いわけじゃないじゃん、一緒だったけど高校大学、ああその参加した友達と、うん、かぶるかぶらないじゃん、ほとんど客層がかぶらない、そう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 、だからまあドレスとか最悪変えなくてもいいかなとか思ってたけど、うん、やばいと、これなんかその先にドレスを買ってたやつが、うん、古着のやつなのね、うんうん、古着屋さんで買ったブルセラでね写真付きのやつ買ったでしょ、誰か着てた価値みたいな女子高生着てた価値とかじゃないから女子大の赤本が高く売れるやつ使用方法が違う、ちゃんと使うから、私ちゃんと使うそのアンティークみたいな、ああ50年代とか年代のちゃんと参列する用のね、そう、うん、ドレスみたいな、はいはい、色とかは別に普通にパステルな感じでいいんだけど、うん、やっぱりこう質感とか、うん、なんか形とか、うん、ちょっと違うから、何違うってなんつうの、今風なドレスとかとは、ああなるほどね、古めの感じの、そう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 、うん、やばいと思って、うん、まあ、前々日ぐらいに近所の服屋をめちゃ練り歩いて、おっせ怖くなっちゃったんだもん、おっせ怖くなっちゃったの、それでいいかなと思ったけど、やっぱやばい怖いと思って、全然実ぐらい買い直して、新しいやつでもね、これすごいすごい安く買えたんで、別にそこは大丈夫なんですけど、あ写真なかったやつね、じゃあ写真付きじゃないやつ、写真付きだ、ミスラじゃねえよ安く買ったのね、そう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 、それはあのなんていうの、あんまレトロじゃない、そうもう今風の、そう、うん、私の中では、なるほど、そう、うん、でちゃんとのせも着て、これで浮かないぞと、そう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 、あで行って、はい、全然ね、うん、心配の意味なかったです、え平和に、うん、ちゃんとめっちゃ久しぶりに会うけど、あもうね、ちゃんと会った瞬間から、ええー、久しぶり、今度ご飯行こうってやつ急に、うん、急にご飯の話す、いやもう本当に怖いから早く行ったわけ、うん、会場とかに、うん、でなんか私の他におじさん3人ぐらいしかいなくて、シンガーソングライターおじさんSSWおじさんいなくて、うん、震えてて、おじさんが寒いのかな友達全員緊張して、友達来て、ああっつって声にならない震えそこが一番ね、でもそこですごいやっぱ安心したわけ、私は一人ぼっちより、そう、ああああ、でそしてそのね、ちゃんとその瞬間から、うん、私は泣いて、はい始まってねえよ寂しかったよいやお前自己中な涙流すな披露宴で嬉しかったよっつって、もうその瞬間から全然もう和気あいあいと、あ和気あいあい、そう、およかった、えそれ全然よかった、取り越し苦労でした、じゃあそれが本当に嬉しかった、別にそのドレス関係なくってことはもはや、そうで、そこで思ったの、あなんか気にしすぎてたかもなって、あ俺めっちゃ言われるやつや、気にしてねえわ別にみんなそんなこと、まあ主役じゃねえからな、そう、うん、いいわと思って、でもよかったなって思ったけど、うん、まあでもよかったです、結果オーライ、披露宴ってどんな感じなの、女の子の友達のやつは挙式から行ったから挙式から行ったから、うん、最初なんかウェイティングルームみたいなところで待って、はいはいはい、で時間になったらチャペルに行ってください、チャペル移動して、うん、はいはいはい、バージンロードをこう見て、ああで一通りのあのパーン開いて、ああみたいな、こう
指輪交換とかを見て、おでその後お同じ建物の別の階で、あ披露宴ですってなって、あチャペルのある階、うん、そうそうそう、あの建物、そう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 、あそうなんだ、そう、でそのまあちょっとしたなんかこう、部屋モッシュ大広間ちょっとしたモッシュ大広間みたいなところで、ああ、またカサゴがあって、そこをこう囲むように丸テーブルがボン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 ってあって、うん、え囲むの、囲むっていうか真ん中もう新郎新婦どこ向いたらいいか分かんない、フロアライブじゃないフロアライブじゃない、ちゃんとステージある、回転してんの、あのライザップの CM みたいにさなって大丈夫大丈夫、ステージある、あステージある、ステージある、ああで観客席に丸テーブルがこう並んでる、 あ囲んでねえじゃんかよなんつうみんな見える感じでっていうの、俺を誤解誘おうとすなこう扇状にね、あ扇状、あなるほどなるほどなるほど、そうそうそう、うん、はいはいはい、っていう感じですかね、披露宴。披露宴って楽しいの？楽しいか楽しくないかって言ったら、ああ暇楽しいか楽しくないかって言ったら暇ら日本語やばいだろ選んでない別のとこから出してくんだそれだってあれでしょ、うん、あのその高校の時の仲良かった子たちと同じテーブルだったわけでしょ、そう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 、じゃあその子たちと喋る感じ、そう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 、で常にそうあの気を伺って、うん、さってあの新郎新婦のところに行って、うん、写真撮るよ、あそう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 っていうやつをさ、正解、常に伺わなきゃいけない、あの満員のスタバで席取るやつみたいなさでもね、そんなでもなかったよ、ギラギラ、みんなちゃんとタイミングを、あそうなの、なんか面白いことないの、あの出し物とかあんの、あ余興とかなんか若干あったけど、テントウムシのデスメタルとか歌うんでしょダダダダダッとツーバスのブレイク入ってるやばい、いやないです、テントウムシのデスメタルもないです、ああないの、あとは多少、うん、そうね、なんだっけ、人とよとかさ、騎士団とか歌うの、歌とかなかったです、別にそんな、あ比較的真面目な、インストね、そうそうそう、スペアザ、スペアザ、そうスペアザ、スペアザアコースティック、あどっちも歌ねえから一緒あそうなの、うん、ね、暇だわそれで、まあご飯やっぱ美味しいので、あーなるほどね、そう、それだからご飯食べながら同じ席の人と話す時間で、なんかいろいろことあるごとに写真を撮ったりとか、うん、その程度ですね、写真苦手ないよ、まあでも撮りたい人は撮るし、みんなで撮ろうよってなるでしょ、じゃなったとしても、ほらじゃあ誰々のカメラでお願いします、女子バシャみたいな、男子アイコアリーナアイコじゃんお前だってもう結婚式なんて、俺結婚式とか出てくるでさ、映画とかあんまラブラブした映画とかも見ないからさ、うんうん、全然わかんない俺、だからルパンのカリオストロの城とかの結婚式しかあのめっちゃ丘じゃん、花火ビヨンってわけやぶち壊すやつそっかそっかわかんねえ、大丈夫大丈夫だって、え私たち挙式は出なくない、挙式出るよ、え本当に、え俺入ってたよ、挙式も参列願いますのでみたいな、え嘘、ちっちゃいから入ってたよ、すぐ捨てるからね、うわ幸せなやつだすぐ捨てるから取ってあるよ、ちゃんと取ってあるよ、そのためにヤギ買ってる食べさせた、そうそう、エコやなお腹壊したヤギ、どうだったか、何やったかな、頑張ります、お披露宴、はい楽しみです、いやー怖えわ、はいではこの辺で、はい。